さあ始まりましたサンキューチャレンジでございます。この番組は高台月がですねゲストの方とあらゆるミッションに挑戦してクリアしたらポイントをいただき、ポイントを貯まればオリジナルグッズを作成できるという番組となっております。前回見事3ポイント貯まりましたのでハンドタオルですね作成が決定いたしまして1ポイント持ち越しております。本日もし万が一2ポイント取れたらまたグッズ作成となりますが大丈夫ですか？心の準備できてますか？大丈夫ですか？本日もゲストをお呼びしております。今日はどっちかな二択なのどうもこんにちは。本日は高台月からどうしても頼まれて、まあ、ずっともう友情エースということでミーアンがやってまいりましたもうあだ名あだ名あだ名ね。どうもまゆみです。よろしくお願いします、はい、前回ね響が達成してくれたのよ。そう見てよ2人とも達成してたじゃん。見たよ。そうなのよ。で1ポイント持ち越してて、うん、今日、まあ、2ポイント取りたいんですけどミッション聞く？やめとく？やめとこうかな、うん、やめとこうかじゃあ。選択肢あるのめっちゃ友情出演超優しいじゃんやめとこう。私聞いて絶望したからやめとく一応聞いとこうかな。一応聞いとく。本日のミッションは3万発出す。いきなり上がってない？私だって3900のつもりできたよ3900任せてと思って来たんだけど、あれ桁間違ってないよね。うん確認ました。一応2人で1人じゃないよね。2人で。あじゃあ今日はどう頑張っても1ポイントしかもらえないってことか。あそういうこと。もしじゃあ6万発出たら2ポイント。あの意味じゃないよ。うちら今ちょっと脳がまひっちゃったよねなんかできる気がするみたいな空気聞いたけど、あじゃあみたいなんだけど無理無理私ちょっと朝からウケたけどね、意思伝心してるでしょ意思疎通してるでしょまあでも2人で3万か。まあミドル打てばそうだね。一発あるやつを行きたいけど今日めちゃくちゃ人多くて、うんうんうん、400人近く抽選受けられたそうなんで、うん、空いてる台でかつ並びで座れる台を探していかないといけないと、うんうん、そっかそっか、うんうん、大丈夫ずっともパワーで大丈夫だよ大丈夫。とりあえず朝はもうやる気に満ち溢れてるから。そうだよね。じゃあ2人で3万ノルマ1万5000ってことで。そうだね、うん、そっか。オッケーオッケー分かった分かった。どうする？あの2人でじゃんミッション、うん、乗る？あ乗ってもいいねたまには。うんたまには、うん、では本日は、はい、貴重な松戸店様で乗り打ちかつミッションは3万発を目指すということで、はい、2人で頑張っていきたいと思います。それでは実践スタートです。はい、はい、準備が整いました。はい本日は P 新花の刑事3でいきたいと思います。はーい、よろしくお願いします。お願いしますノリだからね。ノリ久々だな、ノロン。うん、久々。ノリ得意？ノリ、あ、得意か、そうじゃないか。結構得意じゃない？あ、助かります。私苦手です。多分。では簡単にスペックの紹介をさせていただこうかなと思います、はい、お当たり確率は約319.68分の1です。はい、で元からの学編、まあ、ST ですね、突入率が 55%、 はい、で残りはリターン100回がつきます。はい、リターン引き戻しを含めると 67.5% あります。はい、で ST135 回継続率が 83%、 はい、ありますと。はい、ということでございます。もうとりあえず早めに当てたいね。そうだね、疑似さん、緑保留、赤じゃん。あ、箱が赤かなでしょうねドライだなドライだな。やっぱさ、何度か打ってくると、うん、ドライになってくるわかる。まだでも私2回目かも、打つの2回目。うん、言われるかな。 83.3% 継続。まあそれで言うとほらちょっと自慢になっちゃうからあれだけど、私あじゃあやめて。あ自慢じゃない自慢じゃないあのそういう可能性あるよっていう可能性の話ね。本、うん、発出してるからやばいよね。わあ何
入賞でビヨーってなったらビヨーって入賞でビヨーってほらピカピカしてるあら。青保留ですけどね。青保留か。そっからどう行くか。あららら。潜ったら邪魔かな。電撃クラッシュだっけ。潜ったら邪魔。あっ。え、ちょっと、はい。こっからです。何に行くか。アープちゃん。キセルです。マジでいけるかな。いや、いけるでしょう。キセル 79.7%。 大チャンス演出の一つですよ。え、ちょっと見てていい。でも青保留だよ。え、変わる。あ、おお、知ってない。顔が赤保留になりましたと。いけるでしょう。いや、いけるでしょう。ツルツル、ツルツルピカピカ丸。赤で約 50% か、保留。いや、いけるいける。あ、ボタン普通だけど。あ、マジ。やった。10何回見れる。15、今15だから。あ、見れたわ、見れた。出てきてくれた。ごめんね。いや、そういう仕事なら喜んでそれは。お手数おかけした。でもどっちどっち。いや、すごい。マジマジ、お願い。歌舞伎隊です。レンダー、ここのエフェクト。あ、赤レインボー。どう、レインボー。あ、やったー。取れた。 55%。 待って、ノリ得意なんじゃないですか、先輩。あ、ノリだった。ノリだよ。しまった。やめられませんか、今から。言い出して。おい、生えた唾飲むんじゃねえよ。やめて。何でこう、一撃一掛けでしょ、やっぱり。まあ、最初はそうだよね。うん、上目にしたら 83% 継続を生かしたいと思います。はい。で、なるべく1500発の方を、そうだね、取っていただければと。8割あるんで。はい、そっち取っていこう。あ、でもあの大不平物もね、気持ちいいけどね。いや、あれ助かるよね。外れたー思ったらカビーってなる。右打ち中が76分の1。そう考えたらさ、135回もあって76分の1じゃ引けるよねってなるよ。引けるよ、引けるよねって。あら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 あ。いや、その隣から感じる振動、超気持ちいい。いいね、いいね。一個ずつやっていけば。あら、アップにもならず。縄文到達も黒町。カットイン入る系ですか。いいなぁ。なんだその引き。あら、こだわ。普通だな。スロースターターじゃないのかい。あ、やだ、びっくり。二度でもボタンを押して、押してマイル押してボタンを押すみたいな、ね、忙しい。あるよね。あるある。ありがとうございます。はい、あ、リソ、赤。カウントダウンから来たよ。金だよ。金だよ。リソ様。緑。うんうんうん。ふむ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 。そしてそして、カウントダウンが、私初めて見たけど、どうだったんだろう。赤だね。赤だね。やだ、ちょっとレインボーと勘違いするからやめた。わかる。赤だよね。あ、お、ちょっと待って、合手し。ちょっと金券も絡んでるし。あ、タイトルが感激欲しいよ。これ
これ欲しい、これ欲しい、これ欲しい、来ない、来ないか、いや、なくても当たって、当たんない、うん、足りないか、うん、あと90回です。どこで行こうかな。あ、もうそのゾーンに入ってんの？どこで打ち出そうかな。ケージが一番かっこいいところでね、打ち出したいよね。あ、これも、うん、あ、ここいいね。キセルです。やだか、弱い乙女には押してまいりません。打ち出し完璧だったじゃん。押してまいだろ、うん、目押し、はい、あ、ま、いやー、素晴らだから押せないのよ。あ、打ちた、やった、結構いいとこまで行くんじゃないの。とりあえずノルマ1万5000でしょ、とりあえずね、うん、あの最初に言われると定まじゃなくていいって言ってたから、やはりケージに愛されし女やね。いやでも前回ですか、打った時はそんなにいい思いさせてもらえませんでしたよ。だ、今日じゃない、あ、今日、今です、ツンデレなの、一回突き放しといてみたいな。そうそうそう、それでも追っかけてくる。あー、なるほどね、追っかけてくんだったらいいよ、連れてってやろうかみたいな。そうそう、なんかちょうだい、プッシュマンでもいい。プレミアやん。極めにしてるからなくない。はい、あ、押してまいれなかったな。全然ある、いいよ、ザバン、ザバン、ザバン、あー、おー、来た。やった、2ラウンド、スバラ、スバラ、イエーイ。続けること大事だからね。そう、そうなんです、そう、そうなんです、そうなんです、そうなんです。頑張りとうござる。はい、やれる日じゃん。ノリやめられませんか。やめられません、あのもうすいませんけど、いや、本当、あ、オープニングカットしないでね。あの、ノリます、すいませんけど、あの、ノリなんとかなりませんか。いや、なりません、なりませんか、あ、はい、あ、なりませんか。乗れるとこまでとことん乗ってやるの。心の乱れは乱数の乱れです。おっ、整えていきましょう。まあ、乱数がよくわかんないんだけどね。よくなんか、分かった風に、うん、乱数ね、とか言って。あと37回です。おう、いや、ま、乱数、イメージして乱数。まだ続かない。乱数、乱数。いやー、まだ続けたいです、私。まだ終わりたくない。やめて、本当に。お願い。30回で一旦止めますね。はーい。大事に、大事にいきたい。あと10。いい。ブルレ、ブルレ。ボタンブルレ。4。3。うわー、ブルレ、ブルレ、いや、めっちゃいい。あー、終わった。4311、マジかー、4311、まあ、でも十分十分、全然足りねえぞって。せっかく当たったのにな、これな、私2枚目いってるんだよ。
高田ゆずきさんはいつも言っている、4枚目までは大丈夫。それノリには通用しないの。そうなの。そう、ノリには。あ、風待つ待つ風です。2文字だよ、2文字。どっちがどっちだっけ。風待つって。赤ですよ。はい、かわし溜まってく。はい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 。あ、それ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 。かぶったらにはセリフ。ちょっと待って待って、忙しい忙しい。忙しい。8000まで行けば約7割。おお、また金じゃん。また金だ。またまた。切られてるかもしれないから一応言うと3回目ですか。そう、3回目ですね。金絡み、金絡みは。あ、タイトル赤ないか。ないな。ないな。ないよな。さすがに2台並びは開かないか。ユニコーン。あ、ユニコーンね。あれは開いてない。開いてる。あ、開いてる。人いったかってのがいいよね。いろいろ考えたらユニコーンの方がいいかもしれない。うん、はい、ちょっとユニコーン見に行きますか。はい、ちょっと見に行ってみる。はい、移動しました。はい、こちら P フィーバー機動戦士ガンダムユニコーンでございます。はい、頑張ろう。頑張る。もうあれよ、パパッと、うん、タマカツ目指すために。そうだね、ここ来たようなもんですからね。そう、もう一発で行こうっていうところで移動してきましたんで、カスタム入れちゃおうと。レバブル入れちゃうでしょうね。好きだもんね、レバブル。そう、もうさ、私は先読みチャンプだけ入れます。だったら、はーい、はい、スタートは136回からですね。387。だってこっちの方が当たる気がする。なんで？確率論。319超えてるから。ああ、そういうことね。そういうこと、そういうこと。まあ、完全確率ですから。はい。そこな。はい。残念ながら。でもさ、ちょっと、あ、どう？ハマってるタイプとか選ぶ？2台あって。あ、ハマってる方が好きかも。を選ぶよね。うん、でも逆にじゃあハマりすぎてる台は800、900とか。あ、でもそこまで行くと319を引けない台なんじゃないかって思っちゃうよね。あ、そっち。うん、私このまま旋回転とか行っちゃうじゃん、うんうん、流れ的に、うん、で後ろ通った人がこの人線もはめてるっていう見られ方をされたら恥ずかしいなと思って選ばなかったりする。そんなことある。私800からですよみたいな。私じゃないですよみたいな。私じゃないですよ。赤谷スペックを紹介しますと、大当たり確率が319分の1です。突入率が 60%、 継続率が 81% ですね。ございますと、まあ、転落タイプなんで。それね、そこがね、またあれなんですけども、早いは早いんでね。はい、まあ、転落を引く前にポンポン当てましょうっていう、はい、と言ってもやっぱ、まあ、早いからこそだけど、右打ち中の当たりがまあまあ気持ちいいのよね、打ってる側としては。そうなんですよ。赤下マイズで私はレバブルを入れましたんで、レバブル待ちでございます。はい、レバブルが来ないと始まりません。レバブルが来ないと終わります。でも絶対レバブルが来るってわけじゃないよね。そうそうそう、絶対ではない。レバブルの期待度がググって上がる。そう、もうここが光った瞬間がたまらんのよな。すいません、3番目いきます。わお、わお、わお、わお。梅昆布茶あるな。飲みたいの？あったかいのが飲みたいの。こんな今日はあったかいの？あ、嘘。いいですか？すいません、昆虫サービス。ちょっと待って、ちょっと待って。でも梅昆布茶あるっていいね、すごいね。私梅ダメだけど。ダメ。
出ました。梅かぼちゃ飲んで運命、おいちおいしい、やばい、牛乳癒される。私昔さ、うん、一箇所だけ本当に整形しようと思った箇所がある。 おっぱいおっぱいはいらないよ作り物の一本。 あの身長無理だろ。いや足伸ばせる手術が、え、折るんじゃないの一回。そう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 、それはあるよね。ちょうどこの間テレビでやっててさ、やった人がいるっていうの、うん、それをもう多分10年くらい前に言おうと。レバブルないです。あ、オッケー、じゃあしゃべるね。はい、続けてください。10年くらい前にガチで考えたことがあって、10センチ伸ばそうと。ただそう、海外でしかできないし、で1年間ぐらいやっぱ車椅子とかリハビリで、そうそうそう、歩けないとかっていうから、1年間歩けないとかもそうなんだけど、うんうん、私さ言いたくないけど 148.3 センチなのよ、うんうん、10センチ頑張って伸ばしても150.3 センチだから確かにね、これってやる意味あんのかなって思ってやめたんだよね。でもそんなのない。だってゆずきも身長ちっちゃいじゃん。ちっちゃい。私よりちょっと高いけど、ちょっとだけ。152。ちょっとだけね。へ、うん、身長は別に良かったかな。あ、別にいらない。うん。別になんか、うわ身長足りねえって思ったことなくない？これは個人的なあれだけど、50は超えときたかったなっていう。でもさ、50超えないとできないことなんてないじゃん。ない。ない。あ、でもさ、これさ、多分分かってくれると思うんだけど、うん、ワンピースのフリーサイズ合わなくない？ああ、それは分かる。それはもう諦める。ね、だから F サイズがあるところで買う。ああ。あとそのジーパンとかも絶対お直しだし。ジーパン？ジーパン。え、何？今なんていうの？デニム？あ、デニム。ジーパン。デカしか出てこないわ。嘘。で花粉症持ってないの？持ってない。いやもう最高すぎるね。最高だよ。もうしんどい。しんどいって言うよね。花粉症。だってなんか風邪みたいな感覚？あー、うん、違うな。違う？うん違う。もう目も鼻も喉も洗いたい。あ、取り出して洗いたい。え、何歳から？いつ発症した？小学校。早っ。2年とか。その時まだ花粉症っていうのはあんまりなくて、うん、だからアレルギー性鼻炎ですみたいな感じだったんで、あー、そう、だから超エリート、エリートです。私エリートなの？はい、もうちっちゃい頃から仲良し子良ししてるんで。いや、なりたくないな。私もしなんかうんって思っても絶対認めないようにしようっていうのは心に決めてて。なるほどね。うん、ついに持ち玉がなくなりました。いらっしゃい、現金の世界へ。やだこの世界、帰ろうかな。現金投資の世界。何その世界。あれですよ、職業投資家になる時です。なる時間です。はい、ごちそうさまです。もう飲んだの？うん、早っ。結構熱いまんま行ったんじゃない？あ、そう、熱いものが好きなんだよね。夫婦してなかったよね、そんなに。夫婦しないね。やけどしない？する。自分の限界にチャレンジ。いやいや、そこチャレンジする必要あるか。私グラタンとかも夫婦しないよ。そう、してるの見たことある？だ、基本夫婦見たときないでしょ、うん、しないもん。夫婦の意味がわかんない。いや、あるよあるよ。私夫婦しないと飲めないもん。でもベロベーってなんない？あ、なるなるなる。え、なっても大丈夫なの？なっても好き。なっても好き。なっても、なっても、その美味しい時間を楽しんだ代償だと思うから。あ、でもそこは一緒なんだ。なるんだ。なるなる。強いのかなと思って。全然なる。本当何にチャレンジしてるんだろう。この子。それでも夫婦しない。それでも夫婦しない。だってさ、うん、ラーメンとか特にだけどさ、あ、なに、書き読みです。マジで左から右、
時計回りか。あら、でも先読みなるだけでも嬉しいよね。光るかな、光るかな、光る、待って、光る、お願い、お願い、光って、光らない。そらね、レバブルになってくれた方が最高の展開だけど。本当一応先読みカスタム入れてるから、うん、40% ある。ドキドキ。赤に、あ、なんか赤、赤何も絡みません。4台 S がタイトル変わらず。ダメだ、アタック、アタック。最初が割れなければ。最初割れたら終わり。嫌なこと言うな。最初割れたら。割れたら終わり。あ、もう一個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 。やったー、やったー。なくはないけど。結果ないはないと思うけど、ないと思われる。結果ないか。いや、ワンチャンある。来い、ダーン、ゼイ。もう割れたら終わりとかさ、ないと思われるとか。いや、金まで行かないと当たんないじゃん、あれ。当たんないね。私もう4枚目。よかった、ノリじゃなくて。ノリだよ。ノリなんです。の、ノリなんですよ。え、しかも、言い出しって甲田さんなんですよ。当てよ、当てよ、当てる、当てる、当てる、当たれば可能性しかないから、まあね、うん、そう、なんて言ったって我らは可能性の獣。獣、獣。それでもーって言った。おいえい。小さい頃習い事ってなんかしてた、うん、私めっちゃやってたよ。習字。あ、習字やってたの。うん、皇室、皇室もやってたの。うん、ピアノでしょ。まあそれはわかる。水泳でしょ。あと公文式。え、公文式。それ、あの、言わない方が言わない方がいいかもしれない。なんで言わない方がいいか、あの、ご迷惑をおかけするかもしれない。なんでよ。それ私に対してするんだ。やってた、やってたの、やってた、やってた、やってたの。個人差がございます。そういうゆずきは何を、はいはいはい、私ピアノだけかな。あ、ピアノ習ってたんだ。習ってた、2年から6年かな、4年くらい。あ、じゃあ楽譜とか読めるんだな。読める読める。だからギター部とかは全然楽譜読めたし、なんて言うんだろうな、吹奏楽部のギターバージョンみたいな感じなの。うちらのギターが、ギターって。メロディーってこと？そう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 、クラシックで、うんうんうん、コードもあるけど単音もあるし、うんうん、早弾きもあるしみたいな。あ、あ、ピアノ習ってたんだ。習ってた。でも別に、あの、ちゃんとは言ってなかったよ。え、どうやってサボるかを毎日考えてたから。なんで、あ、まあ、じゃあ親が習いなさいって。そんな感じ。うん、あの、私が行きたいって言ったんだけど、あんまり面白くなかった。ひどいな。で、わざわざ家から一輪車で行ったりとかしてて。すいません、一輪車で来たら遅れましたみたいな。一輪車ってあれでしょ。そう、一輪車。かわいいんだよ。一輪車の練習したくて、一輪車で来たら遅れましたって言って15分削ったりとか。あ、そこ延長なくて削れちゃうんだ。延長しない。その行動、私が言うのもなんだけど結構アホだと思う。あの、必死に考えたんや。なんなら怒られないかなと思って。途中から弟も一緒に行くようになったから。うんうんうん、弟がね、真面目なのよ。ああ、そうなんだ。そう、サボらせてもらえなかった。あ、じゃあお姉ちゃん行くよって。うん、
印象フラッシュやだ。マジで？じゃあ紫だ。アタックいったら当たるな。あ、3段階いったら当たるじゃん。あれ？これでアタックじゃないの？アタック以上か。アタックでいい。落ちるな。あ、当たったじゃない？え、当たっちゃう？当たっちゃうの？いや、いいよいいよ、当たるのは全然。あー、
実践終了しました。お疲れ様でした。いろいろ終了しました。お疲れ様でした。いや、本当にお疲れ様でした。いや、こちらこそお疲れ様でした。はい、感想まあ本当、でも私今日友情出演できたからそれだけでなんかやったった感。なるほどね。ごめん、これ以上シャウフペンシルにしなくて私の心をシャウフペンシルにしなくて。じゃあ最後のとどめということで投資を教えてもらっていいですか。いいですか。はい、単純にいきます。はい、50本、はい、5人のゆきじ様がお亡くなりになりました。お疲れ様でした。私は、まあ、ケージもユニコーンも当たりは取れて、はい、だらだらと、はい、町田マツクリーノを頑張り、はいはい、15本、15本か、もう素晴らしい、もう15本15本で1日遊ばせていただきました。本当さすがですよ。ちょっと当たりも見せたんですね、うん、しかもね、どっちもどっち ST と、しかも3000と、あーそうね、見せることはできたんですが、続けることができませんでした。あ、私もほら、覚醒だけほらね、リーチしましたっけ。あっち右あカットされてるんで分からなかったですねえ、何してたんだろうね。いや、でも使われてるからそこだけだもんな。あ、そうかも、そこだけかな。あとなんだ、ずっと喋ってる習い事はとか習字と、いやもうびっくりしちゃったよね。びっくりしちゃったね。こんなに当たらないことあるんだね。あるんだ。いや、よかったです、ノリじゃなくて。ノリです。オープニング見直してノリなんです。だから私心折れてないです。言わせていただきますけど、折れてだって2人で65本でしょ。うん。ちょっと後で32.5 ずつってことか。 32.5 ずつで、私どれぐらい渡せばいいの。2、あれ、私がだって3、6、5。いいよいいよ、考えよ。私はいくらミヤに渡せばいいのかな。35、私だから50使ってでしょ、はい、50から35を引くと1の位が35引く5 3 2 10 15 15。あ、15でいいですか。15渡しますね。じゃあちょっと待って、50から35を引く、35を引く 15? あ、じゃあ15渡しますね。15、はい、15本でいいの。 15本でいいですよ。15本。そういうことですね。じゃあ15本渡させていただきますので、ノリありがとうございました。ありがとうございます。あ、でもお金もらえるんだ。よかった、よかった、これで生きていける。はい、あ、でも今回何ミッション何だったっけ。3万発出す。3万発出す、うん、トータルで、はい、無理でした。私ゼロ。私多分7000ぐらい。ね、いや、ほんとごめんなさいね。届かずということで。でも勝負はしたよね。勝負はしたよね。諦めずにやりました。はい。はい。残念ながら時間がなかったということで。はい、時間さえあればね。ということにしておきましょうか。時間さえあれば。ということにしておきましょう。はい、今回は。あ、はい。はい、そう、今回は、私の T シャツを3名様にプレゼントさせていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。はい、そしてですね、お待たせいたしました、うん、オリジナルグッズハンドタオルができました。デザイン見た？見た。こんな感じですね。かわいい、はい、このハンドタオル今回は9名様にプレゼントさせていただきます、うん、T シャツ3人 とこっちが9、39ってことでね、はい、なので、応募概要とかは概要欄にございますので、はい、そちらから応募していただければと思います。まだね、倍率少ないうちにぜひ。そうぜひぜひ、どしどし、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、いったところでチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。今回はここまででございます。次回またお会いしましょう。さよなら。